ティモシー・ジェームズ・マクベイは、アメリカの元死刑囚。1995年4月19日に発生した、オクラホマシティ連邦政府ビル爆破事件の主犯である。ティモシー・マクベイは1968年4月23日、ニューヨーク州西部のバッファロー近郊の町ペンドルトンで、アイルランド系カトリック教徒の家に生まれた。あだ名はティム。高校は、ニューヨーク州。 ロックポートのスターポイント高校を卒業している。ペンドルトンは極めて保守的な町であり、人口構成も90%が白人であった。家族構成は2歳上の姉と6歳下の妹、両親の5人家族だったが、両親は彼が10歳の時に離婚した。マクベイの父親は、マクベイの祖父が30年勤め上げた車工場で働いていた。休日は T シャツに、 野球棒をかぶり、リトルリーグのコーチをするという普遍的なアメリカ人を体現したような人物だった。母親は旅行会社で働いていたが、ある日突然離婚届を置いて、家で同然に家を出たため、残された家族はショックを受けた。当時の近所の住民は、妻は夫や子供たちに断ることなく外出していることが多かったと記憶している。父親は、 工場で夜勤が多く、その間、子供たちは近所の住民が交代で面倒を見ていたが、マクベイは友人たちとバスケットボールで遊んだりと大きな問題があるようには見えなかったと証言している。当時の友人たちの証言では、父親との関係を良好に保ち最大限の敬意を払っていたが、母親については何も語らず、無理に聞き出そうとすると急に逆上することがたびたびあったという。 彼の父は経験なカトリック教徒で離婚後も一家で日曜学校に参加していた。友人や家族はマクベイは昔からシャイで人付き合いが苦手だったと証言している。極端に痩せていたため学校でからかわれることも多かった。高校生の時に妹から女性を紹介されたが、極端に照れて顔を赤くするだけでまともに話すことも できなかったと妹やその女性は証言している。学校の成績は特に優秀ではなかったが、単に興味がなかっただけのようである。というのも、後に最高ランクの奨学金を難なく受給しているからである。高校卒業後地元のコミュニティカレッジに進学して、コンピュータの勉強をするが、飽きたとして唐突に退学している。1988年。 マクベイはアメリカ陸軍に入隊した。マクベイはアメリカ陸軍の一兵士として湾岸戦争にも従軍し、ブロンズスターメダルを授与された。湾岸戦争前にカンザス州の方とリレー基地に所属しそこでトップクラスの狙撃成績を残しているほか、湾岸戦争では一発の銃弾でイラク兵2名を射殺している。その際、敵が2人いたにもかかわらず、一発しか銃を、 撃たなかったので、上官が、なぜ撃つのをやめたと聞いたが、もう倒したと、マクベイは答えた。マクベイは、極めて優秀な兵士として表彰され、新兵の訓練所で抗議を依頼されたこともあった。マクベイは、陸軍の特殊部隊である、グリーンベレーに入りたがっていた。マクベイは、湾岸戦争終結後、グリーンベレー部隊編入のための訓練プログラムに登録したが、 訓練開始二日目に体力的な理由からプログラムから外された。湾岸戦争で体が鈍っていたのである。マクベイは自分が外されたことに大きく落胆し、1991年12月31日に除隊している。除隊後、マクベイは生まれ故郷ペンドルトンの近くで警備員の仕事に就き、事件の数ヶ月前までカンザス州。 ートリレー近くの町ジャンンクションショティで働いていてたこの間に、反政府主義武装団体ミシガンミリシアに加入し、当時のクリントン政権が全アメリカ国民を完全に管理する事業に着手しており、全ての武器を個人から取り上げようとしているとするミリシアのキリスト教愛国主義の過激思想に強い影響を受けるようになった。当時の友人に対し、国連が設立した。 世界政府がアメリカ国民を武装解除させ、俺たちから武器を奪い取るつもりだと思っていたと話している。マクベイは借りた4000ポンズのトラックに陸軍時代からの友人である共犯者、テリー・ニコルズの協力を得て、採石場から盗んだダイナマイトを電爆薬とするニトロメタンと長安からなる安保爆薬を満載した車爆弾を作成した。 1995年4月19日、マクベイは、オクラホマ州オクラホマシティにある、オクラホマシティ連邦政府合同庁舎ビル前に車を止め、車爆弾を仕掛けると安全な場所に移動した後、午前9時2分に、電爆薬のダイナマイトに装填された雷管の起爆スイッチを押した。連邦ビルは前半分の80%が崩れ落ち、167名が死亡。 850名以上の負傷者が病院に収容された。168人目の犠牲者の女性はビル1階の職員用託児所に預けられていた際に事件に巻き込まれ収容先の病院で死亡した。託児所はトラックから10メートルと離れていなかったため女性以外の子供たちにも多数の犠牲者が出た。逮捕後、マクベイは捜査官にビルの1階に託児所があるとは知らず、 もし知っていれば別の場所を狙ったと供述している。事件後、専門家がオクラホーマ州連邦政府合同庁舎ビルの構造を調べたところ、1階の玄関前の部分が柱で支えられ、その上に2階以上の木座橋が乗る形になっていたことから、もともと衝撃に弱く、その柱が折られると上の木座橋が崩壊するような構造になっていたことが明らかになった。 事件後、マクベイは捜査官からの尋問に対し、そのことを熟知した上で、正面玄関前に爆発物を搭載したトラックを止めたと供述した。事件後すぐに、FBI が動き、犯行に使われたトラックが、ジャンクションシティから借り出されたことを突き止め、レンタカー会社の社員に、借り主の似顔絵制作に協力を要請したところ、社員は快諾。トラック貸し出し時に作成した。 依頼書には、クリングの名前が記載されていた。マクベイの似顔絵はすぐさまテレビに公開され、ドリームランドホテルに泊まっていたリー・マクガウンという、男によく似ているという情報が提供された。クリング、リー・マクガウンともにマクベイが使った偽名であった。ビル爆破後、マクベイは、テレビに、自分の似顔絵が流されていることなどろ知らずに、オクラホマ州、 ペリー近くのノーブル軍高速道路を車で走っていたが、オクラホマ州パウニーで高速道路警察隊の隊員に呼び止められた。隊員はマクベイの車には有効なナンバープレートが付けられていないことに気づいた。マクベイは有効なナンバープレートを付けずに行動を走ったこと、そして弾が装填された重火器を許可証なしに持ち歩いていたことで逮捕された。3日後、 刑務所内でマクベイは国を挙げての犯人捜査の網に引っかかった。動機についてマクベイはこれはブランチダ・ベリアントル・ビー・リッチに対して政府がしたことに対する復讐だと述べた。ウェーコ事件が前日の個人の消火器所持を非合法化し、すべての武器を個人から取り上げる計画に着手した証拠と思い込み、ウェーコ事件の2周年記念の日に爆破を決行したと言う。 裁判でマクベイの弁護団は、連邦政府合同庁シャビルの爆破は政府による、ウェイコ事件に対する抗議のためだと主張し、ウェイコ事件において政府が国民に対して大きな嘘をついたと抗言した。CNN の調査では、国民の実に80%以上が死刑を希望した。1995年8月10日、マクベイは11の連邦法違反と8の、 第一級殺人罪により起訴され、同年10月20日連邦裁判所は死刑判決を下した。なお、共犯者には終身刑、さらにもう一人の男には計画を知っていながら通報しなかったとして、懲役12年が確定している。死刑執行は、幕兵自身とその弁護団による死刑執行の中止要請により遅れたが、最終的には2001年6月11日に、 インディアナ州、テレホート連邦刑務所で薬物による刑が執行された。前述の通り遺族の数が800名を超えたため、全員を死刑執行に立ち会わせることが不可能であり、立ち会いをする遺族は抽選で選ばれた。その他の遺族には暗号化された信号によりテレビ、中継されたが、ビデオでの処刑シーンの撮影を防ぐため厳重な手荷物検査が実施された。 マクベイは指揮者のデビッド・ウッダードを死刑執行の前夜にレクエムミサを行うように招待した。快適さを提供することを意図して、ウッダードは同意しました。執行前、カトリックとして育っていたマクベイは、教会師である神父からの許しの秘跡の後、描写のというと最後の生態配慮を受けて刑に臨んだ。事件発生当初、犯行声明文等がないことから、警察、 FBI マスコミや一般市民までもが、イスラム過激派やネオナチの仕業ではないかと推測した。発生直後、オクラホマ式周辺にいた、アラブ系アメリカ人を含むアラブ系の人物約、数十人が一時警察に身柄を拘束された。ところが実際に捕まえてみるとかつては陸軍に従軍していた優秀な兵士だったことに衝撃を受けた。 事件後各種メディアが事件とマクベイについて取り上げ、有力紙であるタイムとニューズウィークでは、彼の顔写真で表紙を飾り、何週間も連続して彼について特集を組んだ。事件後合同庁舎ビル跡地には、異例のための公園が作られ、そこにはこの事件で働いたレスキュー隊員や、一般市民で救助に助力した人々の名前が、石碑に刻まれた。 彼が望んだ最後の食事は、1リットルのチョコチップ入り、ミントアイスであった。2002年2月15日、マクベイの父ビルたちの尽力で、マクベイの少年時代の教会でマクベイの追悼ミサが、取り行われた。週刊中のマクベイを長期にわたり取材し、アメリカンテロリストを表したジャーナリストの、ダンハーベックによると、マクベイは、コロラド州、フローレンスにあるアメリカで、 唯一特殊警備が敷かれている ADX、フローレンス刑務所に収監されていた、期間中、共犯者のニコルズと共に、ユナーボマーとして知られるセオドアカジンスキーや、世界貿易センター爆破事件を引き起こしたラムジ、ユセフと、交友関係を持ち、ボンバーゼローと呼ばれる一団を形成していたという。マクベイは、ユセフとは、政治的な議論を、カジンスキーとは、 自然やサバイバルについて語り合うことを好んだ。カジンスキーの前では元軍人として禁欲主義的な面を見せていたが、後にこのグループに加わったストリートギャングのラテンキングスの創設者、ルイス・フェリペとは女性の話で盛り上がっていたという。ありがとうございます。